電力計は電力を測るための電気計器である。電流力計型電力計単素電力計の常数表と接続図参照電力計の常数表と接続図電圧端子を回路に並列、電流端子を回路を開いて直列に接続する。保証コイルが含まれている場合は、接続方法を間違えると誤差を生じるので、本体、または説明書に記載されている。 接続方法を守る必要がある。VA 接続法電流コイルの前に、電圧コイルを回路に並列に接続する。電圧コイルに流れる電流を電流コイルに含めない。また、新値イコール指示値合いに RA となる。AV 接続法電流コイルの後に、電圧コイルを接続する。電圧コイルに流れる電流を電流コイルに含める。よって、新値イコール指示値 V に RV となる。 指示値から乗数表を用いて電力の値を算出する。負荷電力イコール指示値乗数炭素電力計。炭素電力計の内部構造3小電力計3小電力計の内部構造一般的に電流コイルは大きく重いものとなるので固定コイルとし電圧コイルは小さく軽くできるので可動コイルとなる。電流コイルに電流を流すと2組のコイルにより 平等次回が現れる。その次回中に電圧コイルを置き、電圧を加えれば電流が流れて偶力が発生し、渦巻き羽根とのトルクが等しくなった時点で指針が停止する。電流力系、形電力系と呼ばれ、電流力系、形計器の基本形である。直流電力 P は VI で求めることができるが、交流の場合は力率を考慮しなくてはならない。 交流においての電力 P は6コサインシータと表せる。この交流においての電力 P を有効電力と呼んでいる。この値を電力計で表示しようというものである。単相電力を測定する際に用いられ、周波数 100Hz 程度までの交流及び直流に使用可能である。また、定理規律電力計の場合は、周波数特性が悪くなり五ヘルツから五百ヘルツ 程度までとなる。三小交流電力を一台で測れるもので、二つの可動コイルは一本の主軸で接続されており、単相電力系の可動コイル及び固定コイルを二階建てにした構造になっている。なお、その間には電流コイルによる干渉を防ぐために、計測鋼板により磁気遮蔽が施されている。また、本来は外側も同様に磁気遮蔽が施される。 電圧コイルとインダクタンスを直列に接続し、立機率が1の時電流コイルに流れる電流と、電圧コイルに流れる電流の位相差が π にラジアンになるように調整がなされている。この装置は直列に接続されているインダクタンスにより、周波数の影響を受けるので製造された時点で、定格周波数が定められている。現在は配電板用のみで携帯用無効電力系は製造されていない。 0%の力率で運転する同期調小器、約100%のの力率にて運転する回転変流器などに用いられた二電力計法とは三小三線式の電力は二台の単相電力計で測定できるというブロンデルの定理を利用したものである。ここで電力計、またこの測定の際に負荷の力率の関係より片方の電力計は逆フれを起こすことがある。 その際には電力計にあるダイヤルをプラスからマイナスに切り替える、もしくは電圧端子の端子と V 端子を入れ替えることでまさに触れる。まさに触れるようになった指示値をもう片方の電力計から差し引けば参照電力の値となる高周波の電力を測定する電力計を高周波電力計という使用形態による分類通過型と終端型がある通過型は 電送線路の途中に挿入して電力を測定する。終端型は電送線路の先の負荷を取り外し、負荷の代わりに接続して電力を測定する。検波方式による分類ダイオード検波方式と熱伝体方式がある。ダイオード検波方式は応答速度に優れるがサイン範囲以外の実行値測定では誤差が大きくなる。熱伝体方式はあらゆる波形において 誤差の少ない実行値測定ができるが、応答速度が遅い。ありがとうございます。